太陽系外縁にたどり着いたロイジャー2号によって撮影された海洋星とその衛星とリトン惑星の定義は古代世界において惑う星と記述され始めて以来ずっと曖昧さをはらんでいる。その長い歴史の中でこの用語は多くの異なる概念をしばしば同時に意味してきた。千年以上にわたりこの言葉の使用宇宙に対する知識が深まってくるにつれ 惑星という単語の意味も昔の概念を捨てて、今の概念を受け入れて成長し、変わっていったが、一つの定まった定義には現在でも、至っていない。19世紀末までに、惑星という単語は、未定義のまま一応落ち着いた。この言葉は、太陽系の天体だけに適用された。しかし1992年以降、天文学者は、他の恒星の周囲を公転している惑星のほか、 海洋星の軌道の外側に多くの天体を発見し始めた。これらの発見は潜在的な惑星の数を大きく増やしただけではなく、その種類や特性も拡大した。恒星に近いほど大きいものもあり、月より小さいものもあった。これらの発見は惑星は何であるべきかという長年理解されてきた概念に変更を迫った。惑星という言葉に、 明確な定義を与えようという問題は2005年に当時最も小さい惑星だった冥王星よりも大きな太陽系外縁天体であるエリスが発見された頃から始まった2006年の返答で国際天文学連合はこの問題についての決議を公表した太陽系だけに適用されるこの定義では惑星は太陽の周囲を肯転し その重力によって球形が維持できるほど大きく、その軌道近くから他の天体を排除していることとされている。この新しい定義の下では、冥王星は他の太陽系外縁天体とともに惑星の基準を満たさない。国際天文学連合の決定はすべての論争を解決するわけではなかったが、科学者の多くはその定義を受け入れた。しかし、 いくつかの天文学者のコミュニティはそれを完全に拒絶した。天動説、地動説、天球、五星、及び、七葉も、参照哲学者、プラトン惑星に関する知識は、有志以前から存在し、多くの文明に共通なものであったが、プラネットという単語の語源は古代ギリシアに遡る。ギリシア人は、地球は宇宙の中心で静止していて、空にある天体や、 空自身が地球の周りを動いているという天道説を信じていた。ギリシアの天文学者は1年間かけて天球を移動する星のような光に対して惑う星という意味のアスティアーズ・プラナテという言葉を与えた。一方、他に対してほとんど動かない固定された星のことをアスティアーズ・アプラニースと呼んだ。今日 惑星と呼ばれるもののうち、肉眼で見ることのできる5つ、水星、金星、火星、木星、土星はギリシアの時代から知られていた。ギリシアローマ時代の宇宙観では共通して太陽と月も惑星と数えられ、7つの惑星が考えられていた。しかしそこには曖昧さがあり、古代の多くの天文学者は5つの惑星を太陽と月から区別していた。 指動説の前に信じられていた惑星のモデルプラトンは、紀元前360年頃に書かれたティマイオスの中で、太陽と月と他の5つの星、これを惑星と呼ぶと書いている。彼の弟子のアリストテレスは、その著書、展開についての中で、太陽と月の動きは、惑星のものよりも小さいと同様の趣旨のことを述べている。エウドクソスが、 紀元前350年頃に書いた花々の中で詩人のアラトスは5つの惑星は12個の様々な星座と交錯し運行すると書いている。クラウディオス・プトレマイオスは2世紀に書かれたアルマゲストの中で太陽、月と5つの惑星と記述している。ガイウス・ユリウス・ヒュギーヌスは5つの星のことを窓う星、ギリシア語でプラネタと呼ぶと明確に述べている。 アウグストゥスの時代の作家でアストローナミカを書いたマルクスマニリウスは、ドデカテモリーは5つの部分に分かれたと述べている。7つの惑星としての統一的な見解は、紀元前53年頃に書かれたマルクス・トゥ・ディウス、キケロのスキピオの夢の中で、スキピオ・アフリカノスの魂が、そのうち7つの球体が惑星を含み、1つの惑星は、それぞれの球体である。そのすべてが、 天の動きと逆向きに動くという記述に現れる。77年に書かれた博物誌の中でガイウスプリニウスセクンドスはその動きから我々は七つの星を惑星と呼ぶ。他の星でこれほどさまようものはないと述べている。五世紀のギリシアの詩人のノスはジョジシティオニューソスタンの中で七つのタブレットに歴史の神託があり。 そのタブレットには7つの惑星の名前が付けられていると記述している。ジョン・ガワー中世、またルネサンス期の作家は一般に7つの惑星という考え方を受け入れていた。標準的な中世の天文学の解説書であるヨハネス・ド・サクロボスコの天球論では惑星の中に太陽と月を含めている。T ・リセプラナダラムは七つの惑星の理論を代表するもので、 アルフォンソ天文表では、表を用いて太陽、月、残りの惑星の平均運動を、どのように見つけるかが解説されている。14世紀の詩人、ジョン・ガワー,アーは、恋する男の国会の中で、惑星と錬金術の成果とのつながりについて、太陽や月も含めて述べている。天道説を否定したニコラウス・コペルニクスでさえ、太陽と月が惑星かどうかについて、 相反する認識を持っていた。著書、天球の回転についての中で、コペルニクスは太陽、月、惑星、恒星を明確に区別しているが、ローマ教皇パウルス3世への検定においては、太陽と月、そして5つの他の惑星の動きについてと書いている。コペルニクス結局のところ、コペルニクスの地動説モデルは天動説にとって変わり、地球は、 惑星の一つとして分類され、太陽と月は再分類されて、惑星に対する認識は変革を余儀なくされた。科学者のトーマス・クーンは、科学革命の構造の中でこの科学革命について述べている。コペルニクスは、天球の回転についての中で、遠回しに地球は単なる惑星に過ぎないと述べている。ガリレオ・ガリレイも、天文対話の中で地球は月や、 その他の惑星に劣らず、円運動をする天体の一つに数えられるものである、と同様の趣旨のことを間接的に述べている。天皇星の発見者、ウィリアム・ハーシェル1781年、天文学者、ウィリアム・ハーシェルは、オウシ座の方角に、彼が水星と名付けた天体を観測しているとき、空に見つけにくいしさを発見した。高拡大率で見ても、 単なる光の点である構成とは異なり、拡大率に応じてこの天体の大きさは拡大した。古代以来、地球以外の5つの惑星が宇宙であるという人類の共通認識があったため、ハーシェルはこの奇妙な天体が惑星であるという単純な考えには至らなかった。小惑星はまだ発見されておらず、水星は望遠鏡で見える唯一の動く天体だった。しかし、 水星とも異なり、この天体の軌道はほぼ円で、王道面上にあった。ハーシェルが彼の水星の発見について公表する前、同僚のイギリス人で王室天文館のネビル・マスケリンは、私はそれを何と呼ぶか知らないが、太陽の周りを非常に扁平な軌道で降転する、水星よりもほぼ円の軌道で降転する通常の惑星の方により、近いと考える。また、 水星に見られるはずのコマやオモまだ観測されていないと手紙を送った。さらにその水星は単なる水星なら自長で崩壊してしまうほどの遠くにあった。最終的にこの天体は七つ目の惑星であると認識され、サターンの父の名前にちなんでウラヌスの名前が付けられた。天皇星の軌道の不規則性に与える重力の影響により百四十六年に 海王星が発見され、また海王星の軌道の不規則性により、1930年に最終的に冥王星が発見された。当初は地球程度の質量であると見積もられていたが、観測の進展によりその大きさはどんどん小さくなって、当初の5%程度の大きさと海王星の軌道に全く影響を及ぼさない程度になってしまった。 1989年のボイジャー2号の観測により、この軌道の乱れは海洋星の質量を過大に推定したことによるということが明らかとなった。ガリレオ・ガリレー・コペルニクスが地球を惑星と定めると、同時に彼は月を地球の周りを回る衛星であるとした。ガリレオ・ガリレイが1610年に木星の4つの衛星を発見すると、他の惑星も 地球と同様に衛星を持ちうるというコペルニクスの説は説得力を増すこととなったが、これらの天体が惑星であるかということについては論争が続いていた。ガリレオはこれらについて異なる軌道半径と軌道周期をもって木星の周りを交転している4つの惑星と記述している。同様にクリスティアン・ホイフェンスは1655年に 土星最大の衛星タイタンを発見し、それに対して、プラネタ、ステラ、ルーナ、サテライト等、様々な用語を用いた。1671年と1672年に、イアペトゥス、レアを発見したジョバンニ・カッシーニは、それらを、ニューベル・プラネテス・オトゥール・デ・サチュルヌと呼んだ。しかし、ジャーナルでスカブンス氏が1686年に、カッシーニによる2つの土星の衛星の発見を、 掲載すると、これらは厳密に衛星として扱われた。またウィリアム・ハーシェルが1787年に天皇星の2つの衛星を発見すると、彼はそれをサテライト、接近デリー・プラネッツと呼んだ。その後に出版された新しい衛星の発見に、関する論文や出版物ではほぼすべてで、サテライトという単語が使用されているが、1868年に発行された。 スミス・イラストレーテッド・アストロノミーでは、衛星のことを、セッキン・デリープラネッツと呼んでいる。ケレスの発見者、ジュゼッペ・ピアッチ・ハーシェルによる、天皇星の発見の予期せぬ、結果の一つが、ティテウス・ボーデの法則が実証されたことだった。天文学者たちはこの、法則を偶然の一致で、意味のないものだと考えていたが、天皇星はこの法則が予測した距離と非常に近い。 位置に発見された。ティティウス棒での法則はまた、当時何も観測されていなかった火星と木星の間の軌道にも天体が存在すると予測しており、天文学者たちはこの法則を再び実証するためにその領域の観測を続けた。1801年、ジュゼッペ・ピアッツィがまさにその場所にケレスを発見した。この天体は新しい惑星として認められた。 1802年、ビルヘルム・オルバースが、おおよそ太陽とケレスの間の距離と同じ軌道を公転している二つ目の惑星であるパラスを発見した。二つの惑星が同じ軌道を共有するということは、それまで長年信じられてきた常識を覆すものであった。さらに1804年、同じような軌道にジュノーが発見され、 1807年にはオルバースが同じ軌道の4つ目の天体ベスタを発見した。ハーシェルはパラス発見直後の1802年には新たなカテゴリーの必要性を指摘し、後にはこれらを小惑星という新しい分類に含めることを提案したが、多くの天文学者はこれらを惑星と呼び続けることを好んだ。この考え方は、ほとんどの小惑星は性表に未掲載の構成と、 区別することが難しいため、1845年までに発見された小惑星が4つだけであった事実により定着した。ハーシェルの死後の1828年の科学の教科書では、まだ小惑星を惑星として数えていた。製表が充実してきたことによって、小惑星の探索が再開され、1845年と1847年に5番目と6番目の、 小惑星がカール変形によって発見された。1851年までに小惑星の数は15個までに増え、天体の名前の前に発見された順番に番号をつけるという新しい分類方法が受け入れられ、ケレスはシリーズ、パラスはパラストのように表されるようになった。そして1850年代にはこれらの天体を別の 分類体系に含めるということが主流になった。1860年代までに発見された小惑星の数は100を超え、ヨーロッパやアメリカの観測所ではこれらをまとめて、マイナープラネッツやスモールプラネッツと呼ぶようになった。この頃は、マイナープラネットという用語は、太陽の周りを公転する小さな天体全てを表す公式な名称と、 なっていて、新しく発見された天体には、国際天文学連合の小惑星カタログに、従った番号が付けられた。詳細は、惑星、X を、参照名王星の発見者、クライド・トンボー・ケレスの発見に始まる惑星の定義の、見直しの長い道のりは、名王星の発見後も続いた。名王星は1930年に、クライド・トンボーが発見し、 その直後に命名された。天皇帽子と海王星は、その円形の軌道、大きな質量、王道面の近接等の観測結果に基づき、惑星であると宣言された。しかし、冥王星には、これらの性質は全て備わっていなかった。冥王星は小さな氷の天体であり、王道面は大きく傾いており、軌道は、海王星の内側に来る期間があるほど離心率が、大きい。 1978年には、冥王星の最大の衛星であるカロンが発見され、冥王星の正確な質量を測定することが可能になった。その結果、冥王星は多くの人が予想していたよりも、はるかに小さく、地球の月の6分の1の質量しかなかったことが明らかになった。しかしこの頃は、これらは、冥王星の独特な性質だと考えられただけだった。 1992年始め、天文学者たちは、海王星の軌道の外側に、蘇生や大きさ、軌道の特徴の面で、冥王星と性質が似ている、たくさんの氷の天体を発見し始めた。彼らは、長い間予測されたまま発見されていなかった、エッジワース・カイパーベルトを、ついに発見したと結論付けた。これは、氷のゴミでできた帯状の領域で、 軌道周周期期200年以下のの短周期彗星の起源となる、領域であった。冥王星の軌道はこの帯の中に位置していたため、その惑星としての地位には疑問が投げかけられた。多くの科学者がちょうど1世紀前にケレスがそうであったように、冥王星は小惑星として再分類されるべきだと結論付けた。カリフォルニア工科大学のマイケル・ブラウンは、惑星という言葉は太陽系において、 同じ軌道を持つ他の天体すべての質量の合計より大きい天体と定義され直すべきだと主張した。この質量より小さい天体は小惑星と分類される。1999年、ハーバード大学小惑星センターのブライアン・マースデンは、冥王星は惑星としての正式な地位を保ち続けると同時に、小惑星番号1万が与えられるべきであると主張した。 冥王星が降格するのではないかという憶測は大衆の混乱を招き、国際天文学連合は現時点で冥王星を惑星のリストから外すという提案はないと明言した。エリスの発見者、マイケル・ブラウンしかしクワワー・ヤセドナのような冥王星の質量に迫るようないくつかの太陽系外縁天体の発見によって冥王星は太陽系外縁天体の中で 例外的なものであるという論調は根拠を失っていった。さらに2005年7月29日、マイケル・ブラウンらは、冥王星より大きいと確認された太陽系外縁天体を発見し、エリスと名付けたと発表した。この天体の発見が公表されるとすぐに、この天体を第10番惑星と認めるか否かについて多くの議論が行われた。 アメリカ航空宇宙局もこの問題に関するプレスリリースを出した。しかし、エリスを10番目の惑星として認定することは暗黙のうちに、冥王星を恣意的に惑星の最小サイズと定めることを意味する。惑星の定義に科学的な重要性はほとんどないと主張する多くの天文学者は、冥王星の歴史的な惑星としての地位を認め、既得権条項として、 惑星のリストの中に留めておく方が良いと考えていた。詳細は国際天文学連合による惑星の定義を参照名を応募し、エリス、ハウメア、マケマケ、ゴンゴング、クワワー、セドナ、オルクス、サラキア、2002MS4、月、地球の大きさの比較、エリスの発見により、国際天文学連合は惑星という用語を定義せざるを得なくなった。 2005年10月、2003年のセドナ発見から活動を続けてきた国際天文学連合の19人の会員からなるグループが投票によって次の3つに候補を絞った。その定義は結局完全な合意には至らなかったため委員会はこれら3つの定義を2006年8月にプラハで開催される国際天文学連合の総会での投票に付すことにし、 8月24日、国際天文学連合はこれら3つのうちの2つの要素を組み合わせた最終的なドラフト案を作成した。また、惑星と岩の中間に、純惑星という新しい分類を作り、ケレス、エリスと共に、冥王星をここに分類した。この案は、424人の天文学者による投票により承認された。また、国際天文学連合は、 惑星と純惑星は二つの異なった分類であるということも決議し、その名前に反して純惑星は惑星とはみなされないということも明言している。2006年9月13日、国際天文学連合は、エリスとその衛星ディスノミア、冥王星を小惑星カタログに掲載し、小惑星番号を割り当て、プルート、エリス、エリスアイドゥスノミアという正式な名称を与えた。 2003L61、2 0 0 5 f i セドナやクワワーのような他の純惑星候補は、その位置づけについて公式な決定が出るまで、一時的に据え置かれた。2008年6月11日、国際天文学連合の執行委員会は、純惑星のカテゴリーの中に、冥王星を典型例とする新しいサブカテゴリーを作るということを発表した。 この分類は、冥王星型天体と名付けられ、冥王星、エリスと、その他の海王星イエンの純惑星が分類されたが、ケレスはここには分類されなかった。国際天文学連合は、絶対等級が、H イコールプラス1よりも明るい太陽系、外縁天体のみが、この分類に含まれるとした。今日では、さらに2つの天体 2003L61 と2005、が、 明るさの条件を満たしているが、純惑星候補のセドナ、オルクス、クワワー等は満たしていない。2008年7月11日、惑星命名ワーキンググループは、ファイ9を冥王星型天体の分類に含め、負け負けと命名した。2008年9月17日には、L61 も、この分類に含め、ハウメアと命名した。基地のすべてのカイパーベルト天体と、 外惑星のプロット国際天文学連合の決議した定義に対する最も熱心な支持者はエリスの発見者のマイケル・ブラウンやアメリカ自然史博物館の教授スティーブン・ソーターであった。2007年1月にサイエンティフィック・アメリカン誌に掲載された論文の中でソーターは太陽系の形成と進化に関する最新の理論への今回の定義の導入について引用した。 渦巻く原子惑星系円盤のゴミから形成された初期の原子惑星として、いくつかの天体が物質の獲得に成功して成長し、強い重力で軌道から他の天体を一掃するに至る。近隣の木星の大きな重力によってかき乱された小惑星体と重力で重合するには物質が広く広がりすぎたエッジワースカイパーベルトは惑星になりきれなかったものと、 考えられている。十分な物質の獲得に成功した天体と、失敗した天体の数値を比較すると、その対比は極めて際立つ。ソーターの惑星は、軌道領域を占有するという考えを受け入れると、占有率の最も小さい火星でも、軌道領域に存在する他の物質すべての合計の5100倍も、重い。一方、最大の小惑星であるケレスは、 軌道領域の質量の3分の1、明王星はさらに低くわずか約7%に過ぎない。マイケル・ブラウンはこの軌道領域に占める質量の割合の大きな違いはどの天体が惑星に属し、また属していないかという疑いの余地を絶対的になくすものであると強く主張している。国際天文学連合の宣言にもかかわらず納得していない批評家も数多くいる。 この定義は多くの人にとって恣意的で困惑を引き起こすものに見え NASA のニューホライズンズ計画の責任者であるアランスターンに代表されるような冥王星は惑星であるとする多くの熱烈な支持者は惑星の定義を変えることを要求する単元書を天文学者に配布した彼らの主張は総会では世界の天文学者の5%以下が投票したに過ぎずこの決議は 天文学者コミュニティの全体の意見を代表するものではないというものだった。しかしこのような論争は抜きにしても、なお現在の惑星の定義にはいくつかの曖昧さが存在する。詳細は軌道近くから他の天体を排除を参照内太陽系に存在する小惑星この問題に関する主なポイントの一つは軌道近くから 他の天体を排除するという用語の正確な意味である。アランスターンは、純惑星と惑星の間にうまく線を引くことは不可能だと言って、これに反対し、地球、火星、木星、海洋星も軌道領域からゴミを完全に一掃してはおらず、国際天文学連合の定義では、適切に惑星に分類される天体は一つもないと主張した。しかしスティーブン・ソーターなどによる、 定量評価によれば、惑星と純惑星の差は圧倒的であり違いは明確である。惑星の中でも小天体を比較的排除できていない火星でも、その質量の合計は火星質量に比べビビたるものであるのに対し、純惑星の場合は自身の質量の何倍にもなる。海洋星の衛星プロテウスは十分な質量を持つにもかかわらず、不規則な形をしている定義では、 惑星は自身の重力によって、静水圧平行と呼ばれる状態を形成するまで大きくなければならないと要求しているが、これは惑星の形が球体か回転楕円体でなければならないことを意味する。この程度の質量に達するまでには、天体の形は不規則になることがあるが、ある点を超えると重力が重心の向きに物質を引き付け始め、物体は崩壊して、たまになる。 しかし、衛星ではあるが、ミマス、エンケラドゥス、ミランダは、おそらくは、過去の巨大衝突の結果、比較的大きな表面の凹凸を持つ。純惑星候補の中には、もっと激しい凹凸を持つものがあるかもしれない。なお、時点が早い土星や、ハウメアが遠心力により比較的平らな、平た玉型をしているのは、静水圧平行になっていないのではなく、 静水圧並行の結果である。詳細は、二重惑星を参照明王星とカロンの望遠鏡画像定義では、純惑星のカテゴリーから衛星を特別に除いているが、衛星は直接的には定義されていない。当初のドラフト案では、明王星とその最大の衛星であるカロンについては、共通重心が完全に天体の外にあるため、例外が設けられており、 冥王星とカロンは二重惑星であるとされた。しかし、最終案では、これらの質量が近かったとしても、冥王星だけを純惑星として分類するとした。同じ定義の下でも、地球と月の共通重心は、地球の内部にあるため、月の比較的大きなサイズにもかかわらず、地球月の系が公式に二重惑星であると認識されたことはない。しかし、 月と地球の間の距離は徐々に大きくなっているため、重心の定義からは、地球と月は、最終的には二重惑星になると考えられている。月と地球の強軌道のダイアグラムしかし、月はそれでも、惑星と呼ぶにふさわしいと主張する者も,もいる。1975年、アイザック・アシモフは、月の軌道は、地球の太陽の周りの軌道と歩調を合わせていると、述べている。 太陽系の他の多くの衛星でも直接太陽の周りを公転してはいないが真の惑星と共通の特徴を持つものもある。例えば太陽系には静水圧平行に達する質量を持つ衛星が19個あり物理的なパラメータだけを考えれば惑星とみなすことができる。木星の衛星のガニメデと土星の衛星のタイタンは水星よりも大きくタイタンには 地球のものよりも厚い大気まである。イオやトリトンには地質活動があり、ガニメでは磁場を持つ。恒星の周りを公転する恒星はやはり恒星と呼ばれるが、惑星の周りを公転する惑星と同じ特徴を持つ、天体も惑星と呼ぶべきであると主張する、天文学者もいる。太陽系外惑星及び褐色矮星も参照1992年までに、 恒星の周囲を公転する惑星質量天体が400個以上発見されてきた。これらの惑星の多くは小さな恒星程度の質量を持つが、一方で惑星程度の小さな質量の褐色矮星もたくさん発見されるようになった。恒星の周囲を公転する褐色矮星グリーゼ229バイト従来、核内で水素を燃焼させる能力を持つ天体を 構成としてきたが、褐色矮星は、安定的に水素を燃焼させることができず、一生のうちごく短い時期に、重水素を燃焼させるのみで、ほとんどの時期は自らエネルギーを生産していない。褐色矮星は、通常、構成と連星を形成しているのが、一般的で、多くの褐色矮星は、構成の周囲を好転している。実際に、アリゾナ大学の天文学者、 アダム・ブローズは、形成の過程は違っても、理論的な観点から言えば、太陽系外の木星型惑星と褐色矮星は、本質的には同じものであると述べ、またシリウス B のような白色矮星も、恒星ではなく、惑星として扱うべきだと主張している。しかし現在の天文学会では、生涯のうちに核融合を起こすだけの質量を持つ天体は、恒星として扱うのが、 支配的である。しかし、褐色矮星に関わる混乱は、これでは終わらなかった。マリア・ローザ・ザパタリオ・オソリオラは、若い星団の中で、13木星質量以下という、生涯にわたって、核融合を起こさずまた他の恒星の周囲の光点も、していない多くの天体を発見している。これらは、現在の太陽系形成の理論では、惑星の軌道が不安定な時、 惑星が恒星系から弾き出される可能性を予測していることから自由浮遊惑星と呼ばれている。純褐色 Y 星候補の茶11913から773444と太陽、木星との大きさの比較しかし、これらの自由浮遊惑星は恒星と同じ過程で形成された可能性もある。低質量の恒星と 大きな木星型惑星の組成に大きな違いはなく、大きさと温度以外では木星型惑星を構成特別する差はほとんどない。どちらの大気も大部分の水素とヘリウムに痕跡量の重元素で構成されている。一般に構成と惑星の最大の違いは形成過程だと言われている。構成は星雲のガスが重力により崩壊する。 トップダウンの過程で形成され、ほとんどが水素とヘリウムから構成されるのに対し、惑星は若い恒星の周囲の周囲のガスやゴミを硬着させる、ボトムアップの過程で形成され、ケイ素または氷でできた核を持つとされる。現時点では、木星型惑星がこのような核を持つのか否かは不明である。 もし木星型惑星が恒星と同じ過程で形成されることが実際に可能であるとすると身近な木星や土星でさえ惑星ではなく低質量の恒星と呼ぶべきではないかという疑問が起こってくる2003年国際天文学連合は太陽系外惑星と恒星を定義づける公式な声明を発表した今日でもこれはこの問題に関する国際天文学連合の 唯一の公式な声明である。2006年の委員会でも、この定義を変更したり、新しい定義に取り入れたりすることはしなかった。惑星と褐色矮星の境界上に位置づけられる CHXR73B 詳細は、冥王星型天体を参照現在、天体を冥王星型天体に分類するための国際天文学連合による基準は絶対高度が、 h イコールプラス1よりも明るいことである。これは事実上、新しい冥王星型天体は大きさではなくその明るさで選ばれるということを意味している。マイケル・ブラウンは自身のブログで明るさは物体についての絶対的な指標とならないと指摘している。ありがとうございます。